こいつは厄介そうじゃな。留学ラウンジ会員の皆様こんにちは川尻です。えー、今回はですね会員さんからいただいているちょっと質問についてちょっと回答をしていきたいと思います。えー、っと今回いただいた質問はですねあのコロナの今のこの状況ですよね。 今、2020年8月ですけれども、このコロナの状況において、えー、今後留学うどうなるんですかというようなお話、えー、ですね。えーまあ、今後についてどうなるか、例えば来年とか、あ再来年以降どうなるかというところは、あのーまあ、今がね、えー、それこそもう来月、再来月どうなるか分からないというような状況なので、ここは何とも言えずに難しいところではありますけれども、 あの基本的には、まあ、来年以降については、各スクール、各世界の、ねえー、ビジネススクールー、それから大学については、まあ、例年通り対面で、えー、9月だったら9月スタート、8月だったら8月スタートで行きますという形で、えー、もうそれを前提であの、アプリケーションも開始してるし、いまあ、それを前提で進めているというのが状況です。 だから21年以降は何ら影響がないということを前提に進めているというような感じですね。まあ、もちろんそれを、ねえーえー、どうなるかというのは、今年 20, 20, 20年、うん、今年のこう受け入れ体制である程度経験をすることによって、えー、今21年、22年、どういうふうな対応するかなというところでこう見えてくると思うんですよね。 ただ現時点ででは例年通りとというところです。なので今今年がね非常に大変なわけですね。あの20年の8月まさに8月9月が開始時期ですからね各ビジネススクール世界中の。でここの対応っていうのは本当にあの国に国じゃないあのスクールによってもうバラバラです。それぞれの何を優先順位 おっかによてて結構対応が分かれてます、まあ、例えばですけど、シンガポールの話をするとですね、シンガポール国立大学 NUS ですね、こちらはですね、もともと8月スタートだったんですけれども、これをですね半年ぐらい延期してですね、半年じゃないか、9、10、11、12、1月、1 5ヶ月延期して、21年1月スタートに変更をしました。これも 結構早い段階ですね。もう6月、5月ぐらいの段階でもうその決定をしてましたね。あのー、まあ要するに、えー、NUS については、やっぱりスケジュールをね、えー、ずらしてでも、やっぱ対面での授業、こちらに重きを置いた、優先順位を置いたとおいうところですね。えー、まあちょっと、延期してでも、やっぱりこう、従来の対面での授業、 こちらの方に課長を置きましょうというところで、えーえーまあ、決めたわけなんですよね。なので20年インテークで合格した人は21年の1月からスタートというところで今はまだ開始していないというような状況ですね。一方で、ナイアン理工大学、これもシンガポール。 なんですけれども、内安理工大学は8月からオンラインですでにスタートしています。今は全部オンラインでスタートしていて、状況が変わり次第オフラインに切り替えるという感じです。で、こちらは逆にですね、スケジュールを重視したと。やっぱりあの学生それぞれね、えー、こう、やっぱキャリアプランがあるわけで、今年、 今、もうこの、ね、8月にもともとスタートして、来年の8月で終了する予定で、いろいろプランを組んでいる人もいるというところで、これのスケジュールは変えちゃいけないよね,よねということで、逆にこちらは、ねえー、スケジュールを変えずに、えー、そのティーチングスタイルを、ね、オンラインでも始めるというような形で変更を、あ変更というかあの、オンラインでスタートしているというような感じですね。 あとは、まあ、MB ラウンジの方の合格者さんで言うと、例えば、イギリスのマンチェスターとかあーというようなところに合格された方がいるんですけれども、これももともと9月スタートですね、えー、なんですけれども、これ12月スタートに変更してます。というようなところとか。 あとはあ、アメリカのスクールで、例えば、ハルト・インターナショナル・ビジネス・スクールっていうところで言うと、ここは予定通り対面で9月からスタートというような形で、えー、調整しているんですね、まあ。調整というか、まあ、それで始めるわけですあの。ボストンはそうですね。ボストンのスクールだと、まあ、それで始められるという形。でカリフォルニアだと、ちょっと最初オンラインになるかというような、まあ、話とかあって。 まあ、いずれにしてもこうあスケジュール通りのおスタートで始めているというような状況ですね。なので、このようにこう学校によってこう今、対応が、ね、いろいろこう分かれているわけなんですけれども、まあ、あこういったあ今年し、対コロナ対策での進め方っていうのを、ねえー、経験しながら、まあ、21年以降どうしていくのかというようなところを おまあ、徐々に決まってくるんじゃないかな、というふうに思うんですよね。さすがにね、二十一年とか二十二年というところになれば、もう,もうウィズ。コロナというところで、えーまあ、共存しながら、まあ、進めていく形にはなると思いますよね。オンラインの教育が。 普及するのかどうかっていうところでいうと、まだ何とも言えないんですけども、うんやっぱりねこう人間はねあ本来、人とのコミュニケーション、人と人と会ってコミュニケーションを取りたいっていうような、うんそういう,こう生物的学的にね、そういったところがあるんじゃないかなと思うんですね。またまま、私は全くその専門家でもないんですが、なので、やはりね、えーまあ、人数を減らすとか。 ちょっとあの間隔を空けるとか、あのマスク、消毒、手洗いをする、まあ、そういった形で、やっぱりこう、対面での授業っていうのは、やはりこう、あの衰えることなく、やっぱ進んでいくのかなというふうにはこう思いますよね。まあまあ、そういったところも、様子を見ながら、これからあの準備をし,していくということになってくると思います。まあ、いずれにしても、重要なのは、やっぱこういった、あのー、 不透明なね、えー、時代であっても、準備だけはしっかりしておくということ、これは非常に重要ですね。ここでちょっと状況分かんないから、ちょっとモチベーションね、えー、下がっちゃって、やっぱりもう準備をちょっと中断するとか、英語の勉強やめるとかっていう人は、こう、もう負け組一直線ですよね。 やっぱりね、こういう状況でもコツコツ準備している人が勝ちます。まあ、これはあの留学だけじゃないですよね、ビジネスもそうですよね。今、こういった状況で、あのビジネスで言えばね、あのそれこそこうコツコツと準備して、例えばなんかビジネスをね、立ち上げる準備をこう水面下で行っている人なんで多分いっぱいい,るいますよね。で、それが5年後、10年後、大成功して、日の目を、日の実を浴びているっていう人も。 もういるはずです今努力して、ね、なのでこう皆さんもね、あのー、今こういった時期だからこそ集中してねこう勉強したりとか将来のプランについて考えることができると思うんですよね。コロナを言い訳にして何かをやめると。 というのはもう、これ、あの、負け組の思考でなので、それだけはないように、会員さんはしてもらいたいなというふうに、こう思います。ということで、本日はね、えー、ちょっといただいてました、あコロナについてえ回答しました。えー、またね、えー、次の動画でもね、いろいろお話ししていきたいと思いますので、またどうぞよろしくお願いいたします。